ビバリー初公演、どうも皆さんご機嫌いかがですが吉本新喜劇の森田信義でございます。本日の僕何やねんお前わーって言うなってお前ほらお前ここおれやお前いやいやなんかいやあと何やねん聞いてるからえいやそうやいや最初のその言葉聞いてそこっとしたのよお前が読めて言うたから読んだやねんいやそうそうやけどそうやけどなんか最初のそのなんかみたいなそれがもううわーって何やねんいや毎週やってんねんこっちいや僕だけじゃないのよ、うん、みんなちょっとほらなんで来たやみんな来なよもういやすいません来ていただいてありがとうございますハレビバリーありがとうございますでしょうかね、吉本新喜劇の森田信義でございます。本日もこちら道頓堀は1丁目にございますマセルの4階6階うさぎさんよりお送りで招待して森田信義でしょう、この番組は吉本新喜劇日夜頑張っております私森田信義で毎回新喜劇内外問わず出てへん出てへんパートナーと昔グローバル紹介半径人生にうるさいなうるさいな分かってよ分かってな俺も言いながら台本書いた方がいいね言いながら言いながらよう出てたのああああやめろだから昔はとか言うの今日夜頑張っててあんま見ない頑張ってんねん頑張ってはいいねん頑張ってるけどその頑張りがこういろいろ報われへんのもあるやろそういうことねおおでそれも言って日夜頑張ってますけど報われない言わないかんかぞいやそう言ったらああ戻ってなるやんああなるほどそうはてなお客さん出さあかんからはてなまあまあそうや俺も言いながら自分でハテナやったからそうそうなるほど、この番組は、吉本新喜劇の森田信義が新喜劇内外とじゃあれどこからやってた俺ちょっと待って日夜吉本新喜劇頑張ってますけど報われない日々をもう送っておりますあ、そうか、この番組は吉本新喜劇日夜頑張っておりますけれどもあまり報われてない森田信義が何言わなかったのやめちゃったのいや、ちゃんとお前ってなってるいや、それも言わんと言わんもう分かりましたはい眉毛も濃くなりましたそれも言わんとはい、アートメイクで眉毛も濃くなりました吉本新喜劇森田信義なんで言わなあかんの後で言うたやんけ別にパイセンとももこ姉さんの3人目ですって言うのいやいやいや別に全部言うていかないそういろいろやるやろそのアートメイクまあまあパイセンと私とあとあのももこ姉さんと、アートメイクしております言わないかんのこれってバンバンに言わされてます森田信義毎回新喜劇内外通っていろんなところからですねパートナーのことは昔グローバル情報半径20センチの小さな皆様にお届けするバラエティとんだ1時間となってございます、ねもう読みますはい本日のゲストでございます森保万博さんでございますどうもどうもお待たせいたしましたどうもやーやないねん英語だけお前ちょっと禁止してくれへんなんでやねんお前そんなこれ英語で禁止してもらうもうその英語の仕事すらこうへんけど昨日の英語の仕事もうねすごいコメディナイトお笑いってやってるんですよその、はい、なんか海外の人に向けて、まあ、お客さんは日本の方が多いんですけど、はい、で司会が森田君でそうですそうですありがたいことにねいやなんかコメディナイトお笑いというより森田信義アワーどこがやどこがやれ全然そんなことないからほんまにほんまになんか来られてた方ねなんかすいません、なんか、キャツミがちょっと長くやりすぎまして なんかね、ちょっと押してますけどって言った時にそれが、えってなって一番長いのあいつやからあいつ喋りすぎ喋りすぎってそう最初でまず5分喋ってますよとか言うていや それもやっぱりちゃんとやっぱりね、うん、そのすごいなと思ってスタッフさんが、うん、森さん人のせいにちゃダメですよってしっかり怒りきゃってしっかり怒りきゃってえらい喋るやん、はい、あの1日でなんか仕事もらおうとしてるいや思ってない思ってないよ思ってでもただいただいたお仕事はちゃんと全うさせていただこうと思ってるよそら、うん、あほんまそらそうよでもまたもらえたらなと思ってるよそらよう出てるよなよう出てたら仕事もないから全然聞いたら何もでも入れれるよって向こうの人俺のスケジュールがガラガラ見たないかそれお前おっしゃる通りやけど僕月1回ぐらいけど森田君結構出てない、うんいやただでも正直俺誰がやってるか分からへんけど、うんうんうん、そのあれをできる人があんまり出ないでしょなんかそあの相馬ちゃん相馬ちゃんとあと、うん、あの笠谷君もポートワシントンもああはいはいはいあと誰してたかなでポートワシントンはだって普通にコンビでも出てたやん出てたでコンビで出てたんやけどその今解散したやん、うん、だから彼が出てくるんじゃないあいつの方が英語むっちゃ出しちゃうもん
そうで、なんか森田君の英語誰か言ったけど、なんかすごい汚い英語や言うて、あ、相馬ちゃんがね、相馬ちゃんが、相馬ちゃんが普通に言ってたよ。で、俺もじゃあ汚い分かってんもん、なんかうぃやー言うよな。もう言うよ言うよ。でも、うん、あれやあれよ、でもその分からんけど、いいも悪いも分からへんけど、うん、袖の人は、うん、なんか出ようと思った人は、うん、すごい出やすいですって言ってくれたよ。ちょっと待って、誰、なんでおい、なんかそういうな嫌なチクリみたいなあれやけ、それ あいつアホやんかってあれやんか、それ言うから、ちょこちょこそほんまなんかなっていう、そのいや、それはあなたは出にくいやろ、俺はあなたが出にくいようにしてるから、昨日もびっくりしたあなたは出にくいよ、あなただけやだから出にくいのは、帰っていいよって言うたもん、俺今ここで終わりですみたいな、うん、うわー言うてるわと思って、そう言うよ、だってもう目の前にもう、うん、ああなんか私が見に来たのはこの人じゃないっていう顔してたもん、俺に対してああ出てきたこいつってなってるもん、もう見ただけで分かるわ。ああちょっと待って、いつからそんな毛量になるの、毛量なんやで、そのやめろって。じゃあこっから見たら、あの、まあ、小学校の時の習字の筆みたいな、何も書けへんよこんなもん、こんな書き初めの時の書き初めの時ちゃう、俺これ真っ白やったやつが墨汁で染まってんじゃん、横から見たらそうやねん、来年の木の筆みたいになってるから、ほなお前これでお前今年来年の正月俺で書き初めせえや、ほなほんまにいい、いや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 、ほんまにいいじゃないねん、いやいや、あ、いやあれやけど、あれやけどやない、ごめんごめん、なんかコメントも来てるわ、いやいいよ別にコメントは別に大丈夫よ、そら別そないなんか、うん、ワイ始まって森さんバンバンやぶゆうてババアが言うてるだけやん。こんばんは、ね、あ、でもなんかいつも、あの、森さん今日も大悪口期待してますってね、言うてくださってる方もおられます。今日もっていつも言うてんの、いや、これも私の悪口を言う時間ですから。いや、僕はでも結構内外問わず、うん、森田君を新喜劇出したらどうですかって結構言うてんねん。それなんだよ、そのなんか出したらどうですか、お前の提案をだから、ね、あんなやつに言われてるようじゃダメだなってなってっちゃうん、いや、どうですかって言ったら、いろいろあんねん言うて、なんでそんな今言うの、その今こんなおえなくあって言わんでもいいや、パブリックでよ、パブリック言うてはったもん、いやだからスッチーさんもやめろだからスッチーさんも言うた、もうちょ待てってお前話かって、俺大きく吠えるしかないやんだけど、そんなわーって言うしかないやんか、もう全然出てないんですけど、言うなってお前、そんなお前スギル TV のところに楽屋で言うたかしなきゃ、お前ちゃんとやれお前スギル TV も、お前後ろの方でなんかもち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 手邪魔さ、見てんの、えお前2回見たわ2回見た、俺普通タイムリー見てて、俺嫁はんがねスギル TV 撮ってんねん、うん、撮っててバッて見たら寝とったやん、かみさんが、うんうん、あれバンバンさん出てるやん言うて、そうや出てたよっつって、いやありがとう、ほなもう見なあかんやんって、見んでええわあんなもんどうせなんか大滑りしてるだけでなんかからわれてハーってなってただけやでお前って言うて、怖いこと言うな、その通りやないか、違うねんもん、ほんまもっと騒然やったんちゃう、もうあそこはもうがええその場内は、場内めちゃくちゃ滑った、いやそうやろ見てて育って見てて滑ってんやから、それ場内めっちゃ滑ってるやろ、そうなんだ、めちゃくちゃ、いやそりゃそやろ、そりゃそうやんか、やっぱりいやわざわざなんで手挙げて言うてあんなコメントしたやろと思った、ちょっと待って待って待って、え何のコメントしてた、いやお茶ね、蛇口でお茶出ます言うて、うんうん、あの後中学入ってもまあ蛇口ひねる時ちょっと恐る恐るひねってましたわあそこが応援されたんか、えどこがオンエアされたか、よう見よお前、もっといっぱい滑っとったで、もっとめちゃめちゃ滑ってた、いやだからよ、いやだから1個も届いてなかったよあなたのメッセージは、違うね、あれもいやわけじゃないけど、みんな真面目な人がだよ、いやその冠さんとか結構ふざけた人やんか、人やんかふざけた人やん、冠さんなんて、あのえ、冠さんのあれちゃうやん、冠さんこうやないないやろお前、こんなこんなやん、いやいやでも耳こうしてるやん、いやいや耳ちゃうわこれ、逆さてちゃうねこれ、耳これ角とちゃうねあれ、こんなんや冠さんは、してんや冠さん、してんしてるよ、そう玉井姉さんとかもなんかつながってはるし、もともとそのバンドマンつながりで、そう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 、木屋町でよう一緒の場所だね、そうとんでもつながってるな、いやそれはまあまああるやん、そのあなたみたいにさ、うん、もう閉鎖してないからさ、閉ざしてるやんもう、なんかあったらどっかそう身内と一緒にどっか行って逃げてるやん、なんか遠いとこ丹波とか行ってさ、うんうん、行くよな、ローカルでなんかやってるやん、自分からオフィルわーってやらへんやん、でもなんかフェイスブックでさ、うん、よう森田君見るで、いろんな人とご飯、それはえ最近のやつ、そう、ああその何やろ、あのえ
カメラさんのお父さん、あ、そうカメラ志郎さんとこのお店、そう行きましたみたいな、社長さんみたいな、ああ、まあ、芸人さん結構可愛がってくれた方パーッと見て、ああカメラ志郎さんやと思って、なんか見てる人おるなと思って、ああ誰やろうと思ったら、ああ森田君。いやちょっと俺別にお前やめろよお前難しいなコメントお前何や難しいな、いや難しいやろお前、いや思ったこと言ったらいいや、えむずいってお前、なんかちょっと似てたい感じがさあ、もうそんな恐れ多いわ、恐れ多い、でも言ってたもんな、なんか行かしてもってた、行かしてもってた、で本来で昔さ、そのね、大輝さんに似てるって言われたから、息子さんの、ああうん、うん、あの次男の、そう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 、うん、でそんなんも言われてたんですよみたいなことをちらっと言おうかなと思って、そんな空気なかったなで言うてもなんか向こうピッとしゃるって言ったら嫌や、うん、もうファミリーラブやからさ、ちょっとやっぱりやっぱ怖いよな、怖い、なんかお正月僕パーッとどうもって出て行ってさ、うん、4列目ぐらいにやはってよ、えもうバーッと見てちょっともうだからそれはもう管理経営者的なやつやんか、そうそうそう、4列目ってことはなんかどんどんおもろなってきて、うん、そのすごい勢いある方でも、うん、ちゃんと座って右側にそらせんぞなんでこんなんで勝手にやんねん当たり前やんか、なんかこの人なんか途中からガッと起き上がるんちゃうかと立ち上がるんちゃうかとか怖いけど、だいぶ痛いおっさんやんか、なんかずっとこうやってなんか笑ってこう、おええことやんか、めちゃめちゃいいお客さんやったよ、出てたこうやってんかった、こうやってんかったお客さんってこうやって横の人がやってんかった、やってんかった、ちょっとやってなかった3150って書いてないそれは分からへん、書いてたかも、うんうん、普通にみんなお笑い好きやねんな、知らんわ、でもそうじゃ、でもなんかちょいちょいなんかその西成とかではもうご意見番みたいになってる今、あそうなんや、うん、若手がロケしてたらどこぞに入ってきはったりとかよう言わはったけど、まあ、どこまでやらせかどうか知らんけど、うんうんうん、ええー、いやでも YouTube をさあの人やってはったからさ、うん、めっちゃ美味しそうやったよご飯、しかもあれ金土だけかなんか土日土日なんかそう二日間だけやねん、なんかすごいお肉とかやばかったな、そう僕は行ったことないけど、うん、写真で見たらもう一個としてまずいもんなかったよ、えびっくりしますよ、まあ、森田くんはグルメやもんな、いやいやいや、それあなたやるからね、なんか吉本なんか一番人のお金でご飯食べてる、うん、あそれは胸張れる、ほんまそうやと思う、めちゃめちゃ言ってるよな、うん、でも俺か誰かって言った時はあんま他誰か浮かばんな、でも確かに、うん、なんかほんまにそうかもしれん、めっちゃ言ってるよな、めっちゃ言ってる、でもやっぱ高いんやね、やっぱり知らんもん値段分からへんよな、うん、すっごいこんな大きいお肉食べてたよな、食べてた、でもうまあまあね、こう悪口みたいなと申し訳ないけど、やっぱり自分のお金で払う以上は自分のペースで食べたいやん、うんうん、そうやんな、な、なんか、で、どういうこと、どういうこと、そのコースみたいに出てくるってこと、コースみたいに出てくんねんけど、うん、横バーって並んでるその人たちと一緒に食べんのよ、うん、だからほんま前もあれやけど、うん、人のもんを行こうとするやん、自分食べた以外のもうその余ってんねんから、最後見てるんで余ってんねんから、ええやん、その人が、あ僕はこれ大丈夫ですって言ったら森田君食べながらずっとそれ見てる、うん、ちょっと、ね、これどうしますのパンチドランカーみたいな喋り出すなよ俺そんな何で飲みながら、どうしますの、なんで飲みながら、あのこれ大丈夫、下げて、あのまだ来ますんで、うん、これあとスタッフさん食べはりますのかいな、誰やねんそれ、ねおいだって、おいやさ、お前そう、おいや食べてる、もうこれも食べますって、食べてたやん、だもったいないやんか、そんなプライスするの、そう、もったいない、それまでやろうとしてたんじゃん、いや、それはない、それはないよ、それはないけれど、うん、全く知らん人と一緒にこう食べていくのが、うんうんうん、なんかすごいしんどい、だからその人が食べ終わらへんかったら、うん、その、まあ、その人もさ、シロさんもシロさんで結構ズケズケ言わはるやん、次出てくるのにちょっともうちょっと早い食べてくださいみたいなのあるやん、それ森田君からしたらいい意見なわけやろ、まあええ意見なんやけど、うん、ほら一人だけものすごい電話しに行かはんねん、電話で、まあ、忙しい人もやはるからな、ああな、多分あの人昔やったら「お前どこやったのこれ!」って言うてはると思う「おいこれだめ料理作ってるからやこれ!」って言うてはったと思うよ昔は、うん、でももう仏やな、3150って書いてあるから誰にとっても3150であるのかと思ったから、うん、おーだいぶ忙しいみたいやねって言わんいやもう怖いやん、もうそんなで森田君はその時どうしてる、えいや俺はもうそうなの、でもうなんかいらんこと言うてしまうとあかんやん、そんな、うんうん、で俺がなんか変なことですね、そのよほどなんか家族家庭で問題あるちゃいますけど言うた時にまだなんかこっちもピリッとしたらかなんし、なんでそんなこと言うの、えなんでそんなこと、いやちょっとワンフレーズなんかスパイシーなこと言いたいやん、ちょっと
スパイスがこうあるところじゃなくて、なるほどね、うん、ちょっと辛口が過ぎましたかねって言うて、うん、ねとかいろいろあるやん、うん、その場しのぎの その時だけしか、うんしたやつね、その時しか好かれへんこともあるやん、うんうんうん、そんな言おうかなと思ったけど、やっぱもうちょっと顔がピリッとしたかったから、もう向こうがピリッとしたのもみんなが分かってるから。で森田君からしたら一本差並んで多分めちゃめちゃ一番早く食べようらぐらいやろ。いやでもそんなことなかったけど、ただ、うん、俺払ってへんよ。まだちょっともし僕が何かのきっかけで、うん、その本田志郎さんと知り合ったらそれ言ってたよ、うん、やめろってお前お前やめろってお前。いやそれはちゃんと、いややめろ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 、ほんまやめてくれお前、そういうほんまお前やめろってお前。いやちょ、ほんまお前言うしな、ほんで何を言うねん。いや全部よ、だからそういうこと平気で言うやん。そういうスチさんとかそう言うてるぐらいやん、ここで言うぐらいからお前平気で言うやん。平気で言うよ。だからやっ言うなってお前。違うよ、今日は、いや、そう、あ、今日は言うていいとかないから。俺そんなもんお前舞台とかで一緒なんて言えや。後の写真でもあれけど、僕森田君との約束今回も果たしてきたのよ。何それ。あのちょっと前にヒューマンのさ、うん、送別会ありましたよ。ありました、その送別会。あなたがね、もうほとんど顔出さなかったですね。いや僕は夜公演で、うん、夜公演終わりやったけど、夜公演が第3部まであるみたいな日やったんですよ。なんか終わった後、はいはいはい、普通終わるの遅なって、はい、で僕が着いた瞬間もうヒューマンはもうヒューマンももともと夜は何もなかったんやけど、別のなんか配信じゃなくて10時から配信が始まって、うん、僕は10時前に行ったから家帰りみたいになって、うん、で森田君と喋ってて、うん、森田君が今、まあ、言ったノブモーリー、森田信義、はい、極道なんまる、はいはい、そうですね、元笑福亭ひらめ、もう何やそれ、元はええやん。そなんか、うん、もうなんか顔が4つあってさ、はいはいはい、なんか吉本のアシュラマンと呼ばれてるアシュラ3つやねん。だからそう、おアシュラを超えたわけ。アシュラ超えない。いや森田アシュラ超えなんか狙ってんぞ俺お前。いや森田君めちゃめちゃいろいろな顔あるやんって、はいはい、でもまあ落語家、いや違うねんと、新喜劇落語やった時にその文枝師匠が、うん、あの声かけてくれて、おうおうおう、あの時に、いや文枝師匠が名前やろうかって一回言うてくれたんやと。あ、そうそう、こう講談も始めてますよ、言ったからね。で言うた時に、でもそれどうしたん、いやそんなん恐れ多いしみたいなこと言うてて、おうおう、でその時、あそうなんやと。で僕は次の日に文枝師匠とロケみたいな、はい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 、はい、初めての経験。いやもうあれやったやんか、ツイッターじゃないけど X ではなんかそういい感じの写真撮られてたやん。そう、おうでそのやから、その時に実は明日文枝師匠と会うで、うん、そしたら森田君が「それやったらそれ言う」おい、おいおいおいお前やめろってお前俺どこそれどつかれてんのかなあ、もうめちゃめちゃ飲んでたから。いや飲んでたけどそんな、そうえって言うてくれへんかい。しっかり喋ってるやんか。僕はもうそれは、あもうそんな会うことなんてあってもさ、挨拶ぐらいで文枝師匠はそりゃそうやろ、プライベートの話もできんよ、うんうんうん、文枝師匠、これはもう森田君のために僕はちょっとタイミングだと言おうと、え怖い怖いわ怖い思って、うんうん、その淡路島で1日、うん、もう一緒よ朝から、うん、はい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 、でいろんな朝からずっと一緒やった、ずっと一緒よ。何をすんの、飯食うだけ、ま、何いろいろそのまたその6月の BS 吉本の番組やねんけど、うん、その師匠といろんな観光名所みたいな、はいはい、巡るみたいな、はいはいはい、まあそうやねんけど、結構時間あったり空き時間もちょこちょこあるから、おうおうおう、で文枝師匠いろいろ喋ってくれはって、あの普段喋らないけど僕もそれ喋るやんか、でいやでもこう今しかないと、おう森田君のこうちょっとなんかためやと、おいや実はちょっと待って、ちょっとお前それためなんのかお前ためなんのかいやなあ、文枝師匠していいですか、乗らしたんやん、おでしかもちょうどいい話の後で盛り上がった後、おなんか師匠のネタの話とかで、うん、あのこういうネタあれすごかったやつ、あれ見てくれてんのかいなみたいな、もうそれめちゃめちゃ嬉しいわみたいな、いやそうですか今やと、お向こうが機嫌をもうちょっといい感じの時に、いい時に吉本新喜劇に僕の同期で仲良くしてる森田信義っていてるんです、おで今なんか講談したり元々落語とかしたりしてるんです、おでお前知ってる、お全然知ってるわ、うん、そう知ってる、で昨日たまたま一緒だった時にあの、まあ、森田君があの以前喋った時、もしかしたら名前やろうかって言うて、うん、いやいやって言って、その時に恐れ多くて何も言えなかった、お前ちょっともらえたら欲しかったみたいな、なんかそういう、まあ、ちょっとそういう風な話なったんですよ、おうおうめちゃめちゃええ感じ、おうおうで、ああそうかぐっと考えはって、え
で、えってなって、その時にその後文章が言ったことをマジで言うな、おう、そうか、森田信義な、なんであんモルテンラブヨシ、ああ。